俺の名前は水野英二。どこにでもいる普通の男子高校生。そんな俺は今重大な悩みを抱えており、クラスメートの長谷川葵に相談するため時間を取ってもらったところだ。その悩みというのは、姉ちゃんへの誕生日プレゼントが全然決まらない。あ？だから姉ちゃんへの誕生日プレゼントだよ。ほらもうすぐ姉ちゃんの誕生日だろ。だからプレゼントを考えてたんだけど。待って、当たり前みたいに喋らないで。知らなかったわよ私。もうすぐっていつなの？1週間後だ。それで何を渡すか考えているんだが、全くいい案が浮かばなくてな。どうしよう、このままじゃ弟失格だ。姉ちゃんへの誕生日プレゼントが決まらないなんて。うわあ。そんな個人的な悩みを聞くために呼び出されたのね私。もっと大事件かと思ったわ。いやいや大事件だろ、姉ちゃんへのプレゼントが決まらないんだぞ。このままじゃ姉ちゃんに呆れられて俺は絶望のどん底に。ああはいはい、わかったから聞けばいいんでしょ。でも意外ね、エイジのことだし、はるかさんが喜びそうなものくらいパッと浮かびそうなものだけど。確かに好きなものはわかる。だがそれじゃあきらさんには勝てないだろ。え、お兄ちゃんに？ああ、恋人になることは許したが、姉ちゃんを思う気持ちはあきらさんと同じ、いやそれ以上にあると思っている。だからこそ誕生日プレゼントくらいはあきらさんに勝ちたいんだ。ただどう考えても彼氏からの贈り物より嬉しいものなんてないよなって思う自分もいるんだ。まあそりゃそうね。そもそもお兄ちゃんに勝とうなんて100年早いって言ってやりたい気分よ。まあでもエイジの気持ちも少しわかるわ。私もお兄ちゃんにプレゼントを渡すときはいつも悩むし。やっぱり葵もか？当然じゃない。高いものを渡して重いって思われるのは嫌だし、だからって安くて適当なものをあげるわけにもいかないしって毎年すごく悩むの。そうそうなんだよ。ちなみに参考までに去年は何をあげたか聞いてもいいか？スポーツタオルよ。部活動で使えるしいいかなって。私も中学生だったし予算的にもちょうど良かったのよね。それに日常的に使うものって印象に残りやすいかもって思ったの。ほら、タオルを使うたびに私のことを思い浮かべてくれたら嬉しいじゃない。なるほど、そういう考え方はしたことなかったな。葵結構センスあるんだな。そう？まあお兄ちゃんのことを思って選んだら自然とそういう答えになっただけだけど。うん、やっぱり葵に頼むしか。え、なんか言った？頼む葵、プレゼント選び手伝ってくれないか？はあ、私が？ああ、お前以上にうってつけの人材はいない。頼む、この通りだ。ちょっと分かったから頭を上げて。ほら周りから見られてるじゃない、恥ずかしい。じゃあ手伝ってくれるのか？今日だけ特別だからね。アドバイスくらいならしてあげるわ。本当か、助かる、ありがとう葵。よし、そうと決まったら出発だ。時間は限られているからな。ほら葵、急ぐぞ。ちょっと待ちなさいよ、まったくもう。まずは2階から行こう。いい感じのショップが並んでたはずだ。よく知ってるわね、来たことあるの？あ、前に姉ちゃんとな。そういえばあの時は大変だったな。姉ちゃんいろんな男からナンパされてさ。ああ、なんとなく想像できるわ。はるかさん声かけやすそうな雰囲気してるものね。そうなんだよ、その度に俺が間に入って本当に大変だった。ふーん、エイジって本当にはるかさんのことを大切に思ってるわよね。当然だ、小さい頃から俺の最優先事項は姉ちゃんを守るだからな。変な男が寄ってこないよう常にそばに居続けていたんだ。
それなのに知らない間にアキラさんと。まあアキラさんはいい人みたいだし許さざるを得なかったわけだけど。よかった。お兄ちゃんを変な男にカテゴライズしてたらあんたを地に沈めるところだったわ。いや物騒だな。けどあんたって割と早くに諦めてたわよね。よく許せたわねお兄ちゃんのこと。まあそれはな、俺は姉ちゃんのことが好きだけど、それ以上に姉ちゃんには幸せになってほしいと思ってるんだ。たとえその時隣にいるのが俺じゃなくてもな。悔しいが、アキラさんなら姉ちゃんを幸せにしてくれるって思ったんだ。でもだからといって姉ちゃんのことを大切だって気持ちは変わらない。当然プレゼントだっていいものを渡したいし、アキラさんに負けるつもりもない。そのためにも今日は葵にもしっかり協力してもらうぞ。ほら喋ってないでプレゼント探しだ。はあ、しょうがないわね。それじゃ次行きましょうか。前に言ってたよな、日常的に使うものをって。そこで考えたんだが、部屋着なんてどうだ。悪くないんじゃないかしら。問題はどれにするかだけど。あれ、新田さん。え、誰だって。新田さんよ、あんたもクラスメートなんだからわかるでしょ。あ、本当だ。でもなんでそんな焦ってるんだ。決まってるでしょ、休日に男女二人で買い物なんて。そんなの勘違いされちゃうじゃない。確かにそうだ。あの子噂好きで有名なの。そんな子に見られちゃったらどんな噂を立てられるか。どうする、バレないようこっそり出るか。そうね。あ、こっちに来てる。エイジ隠れるわよ。え、ちょ、おい葵。静かにして、見つかっちゃうでしょ。わかった、わかったから、そのちょっと離れてくれ。え？いや。もうそろそろ大丈夫なんじゃないか。そうね、先に出て様子を見てくるわ。はあ、本当に心臓に悪い。とそんなハプニングを乗り越え、次の目的地である雑貨屋へと向かった。マグカップもいいな。そうね、はるかさんのイメージならこういうのとか。オルゴールとかおしゃれかな。ちょっと狙いすぎじゃない。確かに悪くはないけど。だがいくつか案は出るものの、結局決まらないまま。その後も店を転々としてみるも答えを出すことはできず、とうとう夕方を迎えてしまった。ダメだ、結局決まらなかった。何度もこれというものは考えた。しかし最後の最後で本当にアキラさんより喜んでもらえるのかという不安がよぎり、結局レジまで持っていくことができず決まらずじまいのままだった。どうしよう、誕生日まであまり時間がないのに。このままじゃアキラさんよりいいものを見つけることなんて。葵も申し訳ない、せっかく付き合ってもらったのに決められなくて。別に私のことはいいわ。それよりエイジ、ちょっと一回考え直してみない？今回のプレゼントは誰にあげるもので、何のために渡すかって。それはもちろん姉ちゃんのためだ。誕生日プレゼントで姉ちゃんに喜んでもらうために。そう。なのにエイジ、お兄ちゃんに勝つことばっかり考えてるじゃない。え？あんた言ってたでしょ、はるかさんに幸せになってほしいって。ならその気持ちは大事にしないといけないんじゃないの。お兄ちゃんに勝ちたいって気持ちはわかるわ。私だってはるかさんのことをライバルみたいに思ってるもの。でもそれを優先するのは良くないと思うわ。葵、もう一度ちゃんと考えて。どうしてあんたははるかさんにプレゼントを渡すのかを。葵の言う通りだ。アキラさんより喜んでもらう。俺はそのことばかり考えて一番大事なことを見落としていた。そうだ、大事なのはアキラさんに勝つことじゃない。
姉ちゃんに喜んでもらうこと、それが一番大切なんだよな。ありがとう、葵。大事なことに気づかせてくれて。俺、もう一回考え直してみるよ。え？今度はちゃんと考えるのよ。ああ、もちろんだ。そして、買い物から数日。姉ちゃん、誕生日おめでとう。おめでとう、はるか。おめでとうございます。みんなありがとう。嬉しいわ。それで、早速なんだけど、これ、プレゼントだよ。彼女にプレゼントなんて初めてで、何を渡すか、ずいぶん悩んだよ。喜んでもらえると嬉しいな。時計。ありがとう、アキラくん。とっても嬉しいわ。姉ちゃん、おめでとう。これは俺から。あ、これ。もしかして、姉ちゃん、覚えてる？もちろん、忘れるわけないわ。懐かしいわね、チーズケーキ。懐かしい？二人にとって思い出深いものなのかな。うん、チーズケーキはね、エイジが初めて私にくれた誕生日プレゼントなの。その日もお父さんたちは仕事で遅くって、それを寂しがってたらエイジが私の好きなものを作るって焼いてくれたのよね。へえ、そんなことがあったんだ。でもどうしてまたチーズケーキを選んだの？別に深い意味はないよ。いろいろ考えてこれが一番いいかなって。そっか、ありがとう、エイジ。早速食べていいかしら？うん、どうぞ召し上がれ。今日はありがとう、葵ちゃん、わざわざ来てくれて。いえ別に。ああそうそう、これよかったらどうぞ。大したものじゃないですけど、よかったら。え、私に？ありがとう、とっても嬉しいわ。あ、そうだ、プレゼントといえば、葵ちゃん、いろいろエイジの相談に乗ってくれたんだって？別に、ちょっとアドバイスしただけですから。一人で決められないってうるさいから仕方なく手伝っただけです。ほんとそれだけで、他意はないですからね。エイジ、喋ったのね。内緒にしときなさいよ、バカ。仕方なくね。それより聞かせてほしいことがあるんですけど、エイジとお兄ちゃんのプレゼント、どっちが嬉しかったですか？え？難しい問題ね。どっちも同じくらい嬉しかったし、でもそうね、思い出もプラスでちょっとだけエイジの方が上だったかも、なんてね。そうですか、エイジの方が。おい、二人とも、アキラさんが写真を。って、どうしたんだ、葵。なんか嬉しそうな顔だな。別に、なんでもないわ。それより写真でしょ？すぐ行くから待ってて。うん、頼んだぞ。不思議ね。お兄ちゃんが負けたのに、嬉しいって思っちゃった。一緒に選んだから当然なんだろうけど。変な感じ。でも、よかったわね、エイジ。ここからは小説のお知らせをするわよ。男嫌いのクラスの美女が実はブラコンだと知ってしまった結果、ついに予約開始よ。小説の初回特典として、いつも漫画動画のイラストを担当してくれているいち先生のリバーシブルカバーがついてくるの。それに無認識先生のカラーイラストや挿絵も絶対に見逃せないわ。ムズキュンエピソードが大幅追加って、あんなやつとムズキュンなんてしてないんだから。とにかく、男嫌いのクラスの美女が実はブラコンだと知ってしまった結果、予約受付中だから概要欄からチェックしてよね。あんたなら予約してくれるって信じてるからね。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。